野辺さんこんにちは、ワッキーです。さあ、タイから日本に無事に帰ってきまして、今日で一発目でございます。っていうか日本寒いね。向こうも短パン半袖でもかなり暑かったんですけど、もうこっちではもうダウンジャケットでございます。まあそんな感じで、一発目のお店の紹介、このチャンネルで約4年ぐらい前かな、中野にありますタケロクラーメン、あのラーメン界の重鎮、タケ六助さんがやっている、ラーメン屋さんだったんですけど、牛すじを使ったラーメンと、あとは牛すじのつけ麺でカレーがねめちゃくちゃうまかった記憶があります。そのタケロクラーメンさんがここの清澄白河駅近くにタケロクキッチンというお店をね先月オープンしたということ で、前回タケ六助社長が出てくれて、動画にうちはラーメン屋のデパートって言ってまして、ラーメンメインなんだけどサイドメニューもめちゃくちゃ力入れてて、前回いろんな食材もね取らせていただいて、惜しげもなくいろいろね秘伝のタレとかもねお話しいただいて、で今回その新しいお店は鶏の半身揚げも看板メニューに入れてるそうで、でもね店の前なんですけど、なかなかねユニークな外観です。一見カフェなんじゃないかなって間違えるぐらい、なんかそんな外観です。で入り口にメニューがあって、でもうクリスマス近いからこうやって飾ってあって、で鶏の半身揚げも看板メニューとしてなってるから、まあ、クリスマスチキンというかね、ちょうど時期的にも被ってて、ちょっと今日これもね食べてみたいなと思うんですけど、店内にね絵が飾ってあるんですけど、なんかねおしゃれな本当カフェに来たみたいな感じで、すごい斬新だなと思いますね。マリリン・モンローの写真も飾ってありますからね。自分爆裂牛すじつけ麺で、はい、辛さが1から3まであるんですよね。1からで、1から、はい、もうには特味噌、はい、で厨房を取らせてもらえることになったんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。掃除が行き届いてるね。ラーメン屋なんだけど中華鍋が2つセットされてるというね、まあ、味噌ラーメンもあるんで、まあ、そこで野菜炒めたりとかすると思うんだけど、これ麺は何グラムぐらいですか？250グラム。はい、どうもありがとうございました。味によって麺の種類も全部違うみたいです。自分気になってね、このね完熟トマトのジュースがあるんですよ。これをね飲んでみたいなと思って、これラーメン屋でなかなかないじゃないですか。でモーニーどうもご無沙汰ですハートランドビールね、日本に帰ってきて一発目にモーニーが登場でございます。一発目ありがとうございます。でモーニーは味噌ラーメンを、ここのお店のねあの社長さんがもともと北海道のむつみ屋という味噌ラーメン専門店をやってましたんで、やっぱこの味噌ラーメンは間違いない味なんじゃないかなと。で自分は前回爆裂つけ麺食べなかったんで、ちょっと今回食べようかなと、あのスペシャルにしました。これもも肉かな、低温調理されたやつね、色合いが素晴らしいし、卵もね半熟具合こんな感じ、あと海苔もついてて麺もツヤツヤです。でつけ汁うま辛って感じだったと思うんですよ前回ね。ちょっとまあ自分は食べてないんだけど、辛さレベルは1辛にしました。爆裂つけ麺のスペシャルでこれですよ、ラーメン屋でトマトジュース、なんか塩を使ってないみたいですね。おー、なんかもう濃厚そうだなこれ。日本に帰ってきて一発目でトマトジュースを飲むという乾杯。めちゃくちゃうまいトマトジュースだなこれちょっと甘みあるな、これは体にいいぞ。
どうですか味噌。普段味噌ラーメンとか食べないでしょあんまり。普段食べます。あ、食べる。食べます。お、それは初耳だ。味噌ラーメン好きなんです。あ、そうなんだ。はい、知らなかった。上に振りかかってんのがこれフライドガーリック。フライドガーリック。フライドガーリック。うわ、麺がまたいいね。いっちゃってください。おおおおおお。やっぱね、ここのお店の社長が味噌から始まってますんで、寒い北海道の人たちをこの味噌ラーメンで温めてきたと。濃厚さと、この麦、めっちゃ合います。あ、そう。で、このタケロクキッチンさんは、あの中野のタケロクラーメンと同様、味によって麺も全部変えてるみたいだからね、あと他にも煮干しもあるし、あと味噌の白っていうのがあったね。社長があの駆けつけてくれまして今カメラの後ろ側にいるんですけど、爆裂牛すじつけ麺、ほら見て、ほら牛すじ、ほらすごいでしょこれ。パクチーがちょっと乗ってるのが特徴 で、基本食材はほとんど国産のものを使っているそうです。ちょっとまずは、あ、ちょっと俺も扱ったわ卓上にティッシュがあるのがいい。あのペラペラのナプキンじゃなくてティッシュがあるっていうのがね、またレンゲに書いたんですけど、またこれ夜中布団の中で見てる人大丈夫かな。これ全部牛すじです。ほら溶け込んじゃってるこれ。うわ、漬け汁だけでちょっといただきます。すげえ牛すじ。うわっ、あと味噌も効いててかなり濃厚。これだけでも全然いける。絡めて、うわうまそう、やばこれは。うまい。あとよかった、俺タイでやっぱり辛さ耐性できてるから、はい、一辛がちょうどいい辛さ。これ慣れてない方多分結構辛いかもしれない味噌がかなり濃厚で、後から牛すじの旨味がね、なんか口に残るんですよ、出てくるんですよ。日本に帰ってきてよかった、まあ、タイもうまかったけどね、タイも美味しかったけど。店がアジア圏にも結構あるんですもんね。マカオと香港。マカオと香港。3月にフィリピン、フィリピン、はい、世界にお店が。そうなりたいですね。一回しかない人生ですから。そうですよね、やっぱり人生一度しかない。僕だったらやっぱりうまいもの食べたいですよ。一回しかない。死んだら終わりですよ。ね、卵も半熟熟です、これ。半熟熟つけて。で、さらにこの低温調理した内もも。これと麺だけでいきたいじゃん。漬け汁挟まずに。なるほど。で、ちょっとお湯で、辛いけどうまい。で、あとここのお店の看板メニューはカレーもあるんで、自分はね、カレーも食べたいんだけど、結構タイでもカレーいっぱい食べてきたからこっちのカレーも食べたいんだけど、牛油飯っていうのがあるんですよ。いや、バッキーかもしれない。今日はね、鶏の半身揚げ食べたかったんですけど、胃袋的にね、ちょっときついからまた来たいですね。ちょっと間開けて、はい、まあ、来年の2月か3月ぐらいにちょっとまたタケロクキッチン来ます。いや、でもすごいですよね、北海道で一世を風靡した三つ宮の社長が今じゃあ海外にも店舗出してるという。で、これからも店舗展開するっていう、やっぱりあの実力者の方っていうのはずっと生き残りますよね、うん、うまくいって途中まで、で天狗になっちゃった人は今いないですからね、うん、僕の周りもそうですもん皆さんもね、教訓として天狗になるといなくなります俺も天狗にならない。だから天狗になってないから俺9年続いてるんですよ。だけどまだ1回も跳ねてないっていうスターズのモーニーのカレーがめっちゃ牛カツを乗せてるカレーか。いっちゃいました。で、前回のタケロクラーメンで出たカレーとはまた違うカレー、タケロクブラック。どうですか、これ。甘いですね。あ、甘い、うん、おお、ちょっと甘みがある。後からピリッとくる。後から香辛料が来て、これ飲めるカレーですね。飲めるカレー飲めるカレー飲めるカレーです、これ。あ、なんかもう深みがすげえありそうだな。うまそう。てか、もうよく食うな。よく食うな、本当に。めっちゃ食べれます。うわ、うめえ。ちょっとお店が手すきになったので、なんと隣にあの社長がいらっしゃいましたすいません、約4年前ぐらいにもあの動画出ていただきまして、すいません、ありがとうございます。すいません、先月オープンしたということで、私の生まれ育った北海道ホタル、はい、の名物だ、あの味をもっと進化させようというところ、社長の生まれ育ったのが小樽だから、
今回こちらのお店で鶏の半身揚げも出してると。そうです、はい、今回僕らお腹いっぱいになっちゃって、あのまた来ますんで、このカレーはあれですよね、あの中野の店舗にはなかったカレーですよね。違います、はい、ビジュアルなんかホテルっぽい、ホテルに出てきそうなカレーですよね。そう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 、ちょっと上品な、それです。全然いけますね、ペロリでいけますよ。あ、いける、うん、そしてサイドメニューでね、牛油飯自分は頼みました。これはあの中野の方のお店にもあるそうなんですけど、この真ん中のこの油がもうで、こんだけいいもの使ってて、なんとこれ250円で食べられるというね、佐賀牛の天然油。天然油、うわープルプルしてる、これ油が、この油だけうわうまものすごい口の中に甘みが残る。これ多分結構どっさり入っちゃうと、ちょっと途中で油なんで飽きが来ちゃうかなとあると思うんですけど、ちょうどいいボリューム。うん、油が溶ける口の中でどんどん、瞬殺ですよということで、タケロックキッチン食べてきました。いやモーニーうまかったね帰国して早々モーニーと一緒にいるっていうね、なんか俺らは恋人かっていう話ですよこれ駅が清澄白河、B2 出口地上出て徒歩 1,2 分の場所にありますんで、タケロックキッチンさん、まさか社長が来ると思わなかったまあ一応撮影の許可はね、あの取ってたから、社長いないって聞いてたけど、まさかまさか、まあ、もうラーメン界ではもう重鎮の方でございますんで、味は間違いなかったです。ぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。第2弾また行くんでしょ、タケロックキッチン。その時モーニーが一緒にいるかどうかは分かりませんまあ一緒に来てほしいけどね、モーニーも忙しいからね。それではまたね。